こんにちは、ロクノルベダギョです。今日はですね、このスープね、スープなんでしょうかね、シャドウオブザエンパイアね、これスピンオフですね。スピンオフの小説になったりとか CD とかゲームとかになってますけども、まあちょうどですね、エピソード5と6の間のですね話になってます。主にルークが主人公なんですけどもね、まあ帝国内の権力争いとかね、が書かれています。まあ、6につながるというね、そういう話なので、例えば壊れたライトセーバーをね、ルークが、もう一回作り直すとかね、なんでレイヤーがね、ブーシの格好をしていくのかとか、そんなことがね、小説で描かれております。まあ、読んでみてね、見るのもいいんじゃないでしょうかね。で、今日はその中のに出てくるこれですね、スープという、まあこれは中にね、ちょうどここに書いてありますけどもね、特別にスープトゥルーパーも入ってるよということなので、まあ帝国軍のこれあれですよね、シャドウオブエンパイアに出てくる、まあ帝国軍のまあ乗り物って言いますかね、まあまあ武器もついてますからね、まあそのような扱いじゃないでしょうか。これをちょっとですね、今日は開けてちょっと組み立ててみたいと思ってます。まあ、どっかの番組のやってましたけどね、ただただ開けるだけじゃなくてちゃんと組み立ててみますので、ちょっとご覧ください。早速開けてみます。なかなかこれ硬いですかね。これはこういきますか。あ、ちなみにこれですね、リサイクルショップで100円で買ってきました。100円は安いですよね。よいしょ、出ました。こんな感じですかね。こんな感じになってます。はい、じゃあ徐々に出ていきましょう。はい、こんな感じです。おお、飛びちゃったね。シールもついてますね。こんな感じですね。説明書もね、じゃーん、ついてますね。ね、組み立ててみましょう。はい、こんな感じです。で、ちょっとこれからね、中身を出して組み立ててみたいと思います。はい、やっとですね、中開けましたよ。まあ、これが本体ですね。なかなかかっこいい感じですかね。まあ、こういう形なのかな。ここに、まあ、フィギュアがね、こう乗っかるというね、感じかもしれませんね。はい。で、説明書に沿ってね、組み立っていきたいと思います。まずこの先端、ね、ここにですね、先っぽをつけるということなんで、まあ、これと、ね、この部品ですね。やってみましょうか。こんな感じか。ね、ここにこうつけて、これをこう入れると、ここにこう入れるのか、こうですね、こういう感じで先っぽを入れると。ちょっとこれなんか硬いんで4歳はできないですね。これパパにやってもらわないとね。はい、こんな感じで先っぽね、つきました。かっこいいですね。で、次ね、このトゥルーパーですね。スープトゥルーパーからです。 3.5 インチね、こう乗っけたいと思います。首はこんな感じで動きますね。はい、手はもうこんな感じ。まあこれは操縦席握りますからね。足はこんな感じ。まあ、これキックっていうか、こういう座る姿勢しかできないですかね。もちろんまあ立てますけどね、こんな感じで。はい、で乗っけてみたいと思います。まず足をね、座る姿勢にしましょう。そして座らせます。こんな感じ。はい、で操縦席に手を、よいしょ、握んないとね、落っこちゃうからね。
6に出てくるあの スピーダーバイクのね感じですかね、どっちかっていうとね。はい、ルークもね奪って乗りましたけども、その感じかもしれませんね、どっちかっていうとね。そのシャドウ・オブ・ディ・エンパイアね、番なんでしょうかね。よいしょ、操縦権しか握らないとな、落っこっちゃうかんな。はい、完成しました。あ、かっこいいね、こんな感じ、こんな感じになります。はい、でここがミサイルランチャーになってますね。でこれちょっとこうなんていうかな、このようにね、下とか上とか向きを変えられる形になってます。こんな感じですかね、こんな感じにもなります。はい、でミサイル、はい、ミサイル装着します。よいしょ、はい、入りました。でこれを押すと発射するとね、感じですかね。はい、じゃあちょっと発射してみますか、箱に向けて。こんな感じ、おいえ、飛びましたね。よいしょ、はい、で後ろ、これ今、ね、飛ぶ姿勢なんですけどね、これもこう下に行きますので、まあ、こんな感じで着地はこんな感じでするんですかね。ね、こう飛んできて着地はこれを下げて着地をすると、こういう感じかな。ね、ビヤーンってやってきて下げて着地をする、まあ、実際にはこれちょっと立たないのでこんな感じになっちゃいますよね。こんな感じですけどね、まあこのまま飛び立つのかな、ちょっと画像がないんだ分かんないですけどね。はい、なかなか遊べるんじゃないでしょうかね。ちょっとなかなかこうトゥルーパーもね、ブーシーみたいでかっこいいですけど、なかなか遊びますねこれね。100円の割にはね結構遊べる感じかな。はい、ってことで今日はね、このスター・ウォーズのシャドウ・オブ・ジ・エンパイア、あ、落っこちゃった、危ないね。ね、なんかスープをね組み立ててみました。また次ね、なんかいろいろ開けてみたいと思いますので、また見てください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではね、ロックとともにアランコとロックノルベーター今日でした。